便秘な方におすすめな腹筋を紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、毎日たったの10回便秘解消腹筋を紹介します。毎日10回行うことで、うんちがね出やすくなりますよっていう腹筋のやり方になります。ポイントとしては、腸腰筋、ここの筋肉が衰えると腸の動きが悪くなりますので、便秘になりやすくなります。基本的に便秘の方というのはあまり体を動かさない人に多いです。そしてじっとしている仕事の方、そういった方はですね、腸腰筋を使わないで生活をしてしまってますから、押し出す力が弱くなる、腸の動きが悪くなる、そういった原因で便秘になってしまいます。もちろん便秘な方というのは肌荒れとか老廃物を排出できませんので、カロリーをもろにね吸収しやすく、痩せにくくなるといった原因の一つにもあります。ということで、今回は腸腰筋を効かす腹筋を紹介します。腸腰筋におすすめなのはシットアップという腹筋になるんですけども、基本的にはですね、体を起こすにつれて大腿筋膜腸筋っていう股関節の方の筋肉を使って、さらに起き上がると大腿直筋を使って、さらに起き上がるとこの辺になってくると腸腰筋を使うことができます。ですが腰が硬い方は腰が丸めれなくて、このまま起き上がろうとしてもここまで起き上がれなかったりします。あとはお腹を引っ込める力が少ないと、お腹がももにぶつかってしまって、これ以上体が近づかないっていう風になってしまいます。で、今回はここから起き上がることが難しい人用にですね、出た状態で手で膝を持っときます。ここから体を引き寄せる感じで、グッグッっていう感じで、ももを胸につける感じで腰を丸めて腸腰筋を効かしていきます。これを一緒に10回ほどやっていきましょう。ポイントは腰を丸める、頭を起こす、できるだけ自分で胸をももにつけるイメージです。もし起きる力が弱い人は膝で引き寄せてください。できるだけ起きます。足りない部分を引き寄せるっていった感じで行っていきましょう。では10回ほど行います。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。お疲れ様でした。今みたいに1日10回ほどやってみてください。1週間後ぐらいにですね、またよかったらコメントなどで参考に変化度を教えてもらえたらと思います。腸腰筋のストレッチとかももちろんあるんですけども、腸腰筋のストレッチよりはこういった腸腰筋を使う方がいいです。というのも、腹筋の力がある方がですね、踏ん張る力ももちろんありますから、今回のは腸腰筋のストレッチではなくって、腸腰筋のエクササイズになりますので、腸腰筋と腹筋同時に使うことができてます。とっても簡単ですので、毎日やってみてもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。